人魚は好奇心が強いと聞いていたが、彼女はまさにその通りで、君たちに様々な質問。海岸の裂け目から続く洞窟はまるでもう一つの海のようだ。この辺りは船乗りが恐れる海域で、多くの船が消息を絶っている。君たちは海の中から美しい声に呼び止められた。人魚は好奇心が強いと聞いていたが、彼女はまさにその通りで、君たちに様々な質問を投げかけた。会話の中で幸運にも最小の船が海賊に襲われたという証言を得られた。君の推測通りだ。宝珠があるとすれば海賊の隠れ家に違いない。人魚の話では、ここは島々に散らばる海賊たちの交易の拠点でもあるようだ。財宝の中には魔人を呼び出す魔法のランプといった珍しい品もあるらしい。
龄传了，可哇伊，卡哇伊。待ち伏せだ。君たちの動きは海賊に察知されていた。太扯了啦，我在哪？在空中打会比较痛是吗？不是，我空中的招式比较多的招式。哎，我有 max 的。看我吃到血量满出来了，不要管。没事啊，他可以重生两次，应该是 hyper。哎，一点点都喷下。为了保护那家伙，我先忍住。我们刚应该复活一下，应该他们应该等级都可以更高。哎，你也练出来多低了？他们是练出来的。对这个，哪里？吃
海賊の隠れ家だ。やつらが襲ってくるぞ。海賊の手にあるのは魔法のラム。奪い取らねばまずいことになる。君たちの願いでジミーが現れた。ランプを取られるな。君たちの願いでジミーが現れた。ランプを取られるな。魔法のランプは願いを叶え終えてどこかへ飛んで行ってしまったようだ。君たちは海賊の残した宝から最小に奪われた宝珠を見つけ出した。君は持ち去られた宝珠を奪い返した。太丑了，爸！取り戻した宝珠を見て、王女と公爵は本当に驚いた。隣国ボルガの手に渡るのは時間の問題だと考えて、諦めかけていたからだ。この功績で君はかなり株を上げた。ディーンの信頼は厚くなり、王女は君に微笑みかける。今後は衛兵から睨まれることもなさそうだ。こうして王位継承問題は決着した。近く前王の葬儀を執り行い、議会の承認を得た後、ディーン国王が新たに誕生するだろう。しかしディーンは物憂げな顔だった。ハイドランドの抱える問題は山積みで、新たな王が決まったとしても国を取り巻く情勢は厳しいままだからだ。国の西方からは多くのジグナック族が各部族を従えて攻め寄せている。彼らを防ぐために作られた地下要塞がオーク軍に奪われて久しい。常に領土を脅かす北のボルガ王国とは和平条約を結んでいるものの、ハイドランドが弱腰と見るや、さらにこれらの敵対勢力と手を結び領内に導き入れているのが魔術教団モルネオンを名乗る闇組織の邪悪な魔術師たちだ。ディーンの話を聞いて、前ハイドランド王がなぜあれほどドラゴンズクラウンを必要としたのか、君にも理解できる気がした。やはりあれがなければ。ディーンがぽつりと小声でつぶやいた。那如果你喜欢我的影片的话，可以在左下角按赞，右下角按订阅，打开小铃铛，就可以收到最新影片的消息咯。我是小熊草，那下次再见咯，拜拜。